はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。大姫のみかんこです。さあ本日なんですが、新たにね追加されたみかんこデッキをご紹介していきたいなというふうに思っております。このデッキなんですけども、まあどういうテーマかっていうと、みかんこたちっていうのはですね、全員がねアマゾネスの剣士みたいな感じの効果を持っていまして、戦闘ダメージを相手に肩代わりさせるよっていう、まあそういう効果なんですよ。大姫のみかんこっていうこの儀式モンスターね、これが、このカード戦闘で破壊されないし、このカードの戦闘で発生する自分のダメージが代わりに相手が受けるっていう、まあ、アマゾネスの剣士効果ですね。これを使ってなんかその相手の盤面の強いモンスターに、自爆特攻をしてその反射ダメージで勝っていくみたいな感じのテーマに、なっております。でですね、この大姫のみかんことあとこの課金モンスターたち、これを駆使して戦っていくみたいな、そんな感じのデッキになっていまして、で相性がいいのがですね、儀式デッキに一応儀式デッキというか儀式モンスターがまあインフラになってまして、まあ、このモンスターにアクセスできると結構動き出せるんですよ。なので、今回ね、デクレラディバイナーとかあと儀式の準備っていうカード、あたりが入ってまして、これで例えばアーデクをね送って大姫にアクセスしたり、下肢の準備で直接大姫にアクセスしたり、そういう動きをしていきます。はい。で、大姫の効果が、この手札のこのカードを相手に自慢すると、デッキから未確保カードを1枚手札に加えて、その後手札を墓地に送るよという効果がありまして、でこれで、何を持ってくるかっていう話なんですけども、基本的にはこのカード1枚初動になってまして、これですね、伝承の大みかんこ、これ召喚条件を無視ってみかんこを手札から、出せるという効果があるので、儀式モンスターもなんかその儀式魔法じゃないのに、なんか召喚条件無視って出せるっていう、そういう感じですね。だから大姫をこれで出していくと、でさらに墓地効果もありまして、墓地のこのカード除外するとデッキから、伝承の大みかんこ以外の、みかんこカードを墓地送るということで、で墓地の送ったカードをこの大姫のね、効果、この3番の効果ね、でフリーチェンで装備カードを、まあ、どっかフィールドモンスターに装備できるよっていう効果があるんですよ。で装備魔法がねかなり独特な効果いっぱいありましてね、今回入ってるので、まあ、一番重要なカードがこのミカゴのアラベスクですね。はい。これは、どのモンスターにも装備ができて、で、自分のメインフェーズに装備モンスターとカード名が異なるミカゴモンスターを手札ができるから特殊召喚しながら、装備してたモンスターバウンスできると。これ相手のモンスターに装備したら相手のモンスターバウンスしながらね、自分のモンスター出したりとか、あと、自分のモンスターを再利用したりとか、そういう動きができるんで、これめっちゃ強いです、これ。だから3積みです。で、この、アラベスクで、まあ、バウンスするモンスターは相手のモンスターだったらいいんで、例えばですね、まあ、今回入ってる怪獣とかね、こういうモンスターでもいいんですよ。これね、結構今、ピュアリーがやっぱ多いので、怪獣入れとくと結構意外とマックやったりするし、ワンキル取れたりするんですよ。これをね、狙っていきたいですね、できればね。はい。で、ワンキル方法は、基本的に、自爆特攻モンスターをいっぱい用意して、打点が高いモンスターたちにぶん投げるか、または、攻撃力が2000以上のモンスターを用意して、相手の盤面にね、まあ、用意してもらうか用意して、で、モノハの剣を相手のモンスターに装備してから分投げるんですね。はい。まあ、この動きが基本 になります。はい。で、装備の方、いくつかあるんですけども、ちょっと、対戦中にいろいろと説明しようかなっていうところは、多分説明してくれてると思ってるので、ちょっとまだ撮影が終わってないんですけども、多分大切に説明してくれると思ってるので、この辺はちょっと、割愛させていただいて、対戦の方早速ねご覧いただければなというふうに思ってます。はい。で、フーリーですね、こいつが結構ね強くてね、硬いんですよ、めっちゃ硬い、対象耐性が付与されるっていう効果なんですけども、あ、ちなみに柿モンスターは装備カードを装備していない場合は戦闘でダメージがゼロになるっていうだけで、装備カード装備してる場合だけ、初めてさっきの、この大姫と同じような感じの効果になるっていう感じですね。で、このカードは、装備カードを装備していると、自分のフィールドに装備カードが存在していると、自分のフィールドのミカゴカードが効果の対象になりませんっていう。これ強いんですよね。マジで勝て。だから処理するの結構大変で、選んで、なんか除外とかバウンスとか破壊とかそういうことしないといけないんで、めっちゃ大変ってことですね。フーリーがいると。で、全員ね、カキモンスターは装備カードが装備された場合の効果がありまして、これだったらトラップカードをサーチしてくる。で、2位だったら、装備されてたら、あ、装備カード装備した効果じゃないの、これ。装備カード装備していると、相手のターンに、相手のモンスターパクる。で、晴れだったら、装備カードを、サーチできるっていう、まあ、こんな感じの効果になってますね。この3種類の、モンスターたちを、まあ、駆使して、まあ、うまいこと戦っていくと。で、トラップカードがね、結構、テクニカルな効果してるんで、まあ、この辺も使って相手の妨害をしていけばいいかなと思ってます。高校ガンブレするっていう構築もあるんですけども、まあ、今回はちょっと先行を取ってね、
まあ、ブレイバーとか の展開絡めて、まあ、いければいいかなっていう感じなんで、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。あー、なるほど、モロハのツイとかいうガチヤバカード来てるな。モロハの剣をね、これ一回ちょっとあれかな、相手の誘発チェックのために儀式の準備から入って、まあ通るかどうか見るか。でなんかある、まあうららか増字かわからんな。まあとりあえず大姫のみかんこ、ここでうらら打たねえよな多分、さすがにな。で謙虚な壺発動します。でとても謙虚なので6枚除外します。さあ6枚除外で何かを引きたいです。ディメンションがトラクター、やばすぎやばすぎやばすぎ、ちょっと待って、どうしようこれ。いやでも打っても結局除外されるんだよな。いやこれ意味なくね、意味なさすぎて笑ったからこれ、意味なさすぎて笑った。でディメンションアトラクターがかまされてるから何引いてもあんま関係ない気すんな。これなんだろうな、これクシャトリラーなのかな。ディメンションアタクタ、クシャトリラースプライト、あと何ディメンションアタクタ今入ってるで切って、ちょ分からん、ベンリルかなこれ。助けてミカエモ、助けてミカエモ。ディメンションアタクタだから増殖する地味ないしな。ちょ頑張って頑張れフェンリル短期弱えフェンリル短期、いや強い可能性もある、ちょ分からん。ちょフェンリル頑張れ、お前に勝ってると、全ては全てはお前に勝っている。なんかさクシャトリラとかあったらさ、いやでもどっちも同じか。耐えろ生きろ、もうこれモノノケ姫状態ね、これ。いやあースプライト、モノノケ姫状態、生きろ、その他美しいの状態ね。開門、えマジこれ飛ばしたらいける、これもしかしてこれ飛ばしたらいけるんじゃない。スターターやめて、スターターだけマジでやめて、スターターアウト。うわー全持ち芸人だ、全持ち芸人だろそれ、きめえだろそれ、このソロカード。死んだかな悪い、俺死んだ。リュンキーディ・リュフィーはね、言いました。悪い、俺死んだ。やっぱ生きてた儲けになることを祈るわ。いや死にそう、めっちゃ死にそう、めっちゃ死にそう。いやでもさ、ディメンションアタックつらいんじゃない、でも意外と。これさ、ディメンションアトラクターぶち込んでるからさ、まあ、エルフは結局無力でしょ。でスプリント無力、エルフ無力、スプリント無力、あと何、いやもう意外とこれ耐えるのではないか説イズある。でここでギガンティック、なるほどね、はいはい、ギガンティック OK です。で素材は、除外されるんで、まあ、これもエルフで釣られることはない。なんか出てくる。でこっからさ、アドバンテージ稼げるカードって多分ない。あでもヒーローキッズやばいわ、ちょっとヒーローキッズ勝ちでやばい、危ねー危ない、ヒーローキッズやない、ヒーローキッズ世界終わった。最近ヒーローキッズ入ってる構築よく見るんだよな。神隠し、千と千尋の神隠しね、はいはい、千と千尋の神隠し。えこれもしかして俺もう一体いたら死ぬってこと、え、お死んだあ耐えてる、スタートあったもんね、もう危ねえ、耐えたのでかすぎ、なんか耐えた。え、なんかもう一体出力できたら相手勝ってたのに、もう一体出力できてたら多分勝ってた気がするわ。まあ、とりあえずフェンリル出します。はい、よくも俺のフェンリルを。でモロハあるからね、なんかねこれうまいことやったら多分切ると6900でしょ。いやこれなんかその展開通れば勝ちだと思うけどな。まあ、とりあえず大姫のみかんこ効果発動するか、
これでなんか相手の誘発見て、はい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 、うららね、あ、オッケーオッケーオッケーで、うららも、持たれてる芸人ね、全然いいっす、問題ないっす。はい、なんでかっていうと素引きしてるんで。はい、ガンマンも打ってないからね。でフェンリル効果はどうするか、これ浄化した方がいいな。でこれは、あ、でもこれフェニー、スマッシャーってやばい、これスマッシャーだったらやばいな。あ、俺やっちゃった、これスルーだったかもしんない。スマッシャーってさ、墓地に、うわやべえ、これスプライト行っちゃったんだけど、墓地にこれやったかもしれんわ俺。これで負けたら完全に先輩です。ちょ、伝承の味覚発動は、あ、でもチェーンないね、チェーンないからいけるか、チェーンないからいけるわ。ごめん、これ多分今スルーの方が良かったね、多分スマッシャーズケア全然しなかったわ。で、大姫のみかんこ爆誕させる、あ、これなんかいけそうだな。で、伝承のみかんこ発動する。で、これ除外して、除外して、で、装備魔法を墓地に送る。大姫のみかんこはね、あのフリーチェーンでね、相手の、相手が自分のモンスター、これ召喚じゃね、分かったわ、これさ、増殖するで召喚してフェンリル残すことができるわ、これこうだわ。で、大姫効果発動、アラベスク、これ2ビル踏まないから大丈夫だよな。で、これこうする、こうする、で、1、2、1、2、3だもんね、これまだ3回だもんね。で、こうでしょ、で、対象取れなくなりました、みかんこモンスターとみかんこカードが。で、まあ、トラップ持ってくる。で、史上最強カード発動、モロハの剣。相手のモンスターにも装備できて、これを装備したモンスターの攻撃力はなんと2000ポイントアップ。3900バトルフェイズ、戦闘ダメージ2倍です。実質この瞬間のためにみかんこ使ってんだよな。おー、いいハンドなんじゃない、これめちゃくちゃいいハンドじゃん。一番ショートあり、ガンマウララあり、もう最高。リリーはもう全然ガンマでしょ、リリーは全然ガンマ、リリーにはね、もうね、なんかもう、あらゆる誘発を当てろとね、おばあちゃんが言ってた。はい、で、サイフレームギアガンマの効果、ガンマ強いんだよな、普通に増殖してる時弾いたりとか、あとこういうね、初手のリリー弾いたりとか、これできるからさ、めっちゃ強いこれ。今輝いている、今まさに。ちなみにドライバー引くのだけマジで弱いけど。ドライバーしか引かんけど俺。これ手札切んないといけないからね、ここでのウララ多分結構ね痛いとは思うんだよね。でピュアリー行こうか、まあこれ拾われるとドシンで普通にハリウラ打って、これでもさ、こっからさ、多分こっからエクスピアリノワール行くって結構要求値高いと思うんだよね相手。まあ、マイフレンドとか持ってると行かれるけど、マイフレンドとか持ってて、で、うわー、やばいこと来た。ちょ、さすがにさ、そのカード強すぎるよね、マジで。そのカードほんまに強いわ。ちょ、なんかずるだ、これ。これずるい、これマジでずるい。これ本当に、これだけはね、行かれてると思ってる。で、デリシャス。で、コストでガンマ切る。あ、なるほど。で、これ、いや、拾うな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 、はい、よし、よし、で、これマジで、で、速攻魔法なかったら重ねられないぞ、これ。来た、でかすぎる、さすがに、うららガンマ、うららガンマ当てて、これ、アーサンブルー、オッケー、問題ない。ブルーはいい、もう、全然、おっぱいブルブルロビンちゃんは、もう、どうでもなる。どうとでもなります、これは。あまりにも風に持ってきた、なるほど。でもかといって、でも相手のモンスターバウンスしてリクルート、これなんかでも俺もワンキルはできないな。多分ビューティーも重ねてねえから、多分これあれだよね、あのプリティとかでもないんだよね、多分手札速攻魔法じゃないってことは、あ、なんか優勢機映ってるね、これ。これ増殖する G かうららかな、うららか増殖する G かどっちかですね、これ多分。
で、大姫持ってきます。で、まあ、とりあえず一回特殊召喚しちゃうと、アンサンブルロビンちゃんのバウンス効果効いちゃうので、ミカンコのアラベスクの方によって相手のモンスターバウンスしながら自分だけモンスター出すっていう、ああ増進化 OK。まあこれ止まれるんで、まあ別にね、これで今日はまあ展開したくなかったら展開しなければいいって話があるので、どうしよっかな。トラップカードを持ってきた方がさすがにいいかな。まあフーリ出すか。で1枚ドローされる。で、風流効果発動して、装備カード装備したのでトラップ持ってくる。神比べ。これね、神隠しがね、来るとめっちゃ強いんだけどね、神隠しがまだ来ないんだよね、マスターデュエルには。神隠しだと、なんだっけ、大姫じゃない方のゲシモンスターの、ちょっと名前だわ。大姫の密関区発動。持ってくるだけ持ってきといて、で、ちぎりも加えといて、もうこれ、二伏せエンド説。こうして、まあこれももはやいらないっていう説もある。でバトルフェーズ500ダメージ。圧倒的500ダメージ。これ本当はねレベル9新キャラしてブレイバーとかシャレルとか、そういうのを出しに行くみたいなねムーブあるんですけど、ちょっと今回は G が打たれててちょっと重いので、まあ普通にこのままエンドで、まあ全然妨害するときには全然ありますこれ。で、リリー効果、まぁ、ちょっとね、リリーのね、変身効果うっとうしいからね、一応ね、今ね、モンスター2体パクれんだよね。モンスター2体パクれっていう激ヤバムーブができるんですよ。で、ピュアリストリートはまあどうでもいいです。これ、マイフレンドじゃないんだ。で、ストリート発動で、これ、もうじゃあ、対象は別にいつでも取れんだけど、これ変身効果使われる前に神比べ打って、相手にくっつけてパクりますか。ピュアリリリー発動、あ、ピュアリリー対象に発動で、これでイザナイロンド、誘う踊りを踊りまして、誘ってこっち側の陣営につかせる。最強パクリムーブね、これで。もう一体出てきようもんなら2に出してパクるわ。マイフレンド。あ、持ってんのか。なるほど。いつも輝いていたで、少年のまま、瞳のマイフレンド。あなたを思う。ザードとか今わかんねえか、みんな。ザードとかいう、なんか紙バンドがあったんですよ、昔。あ、スリーピー、あ、そうそうそう、手札1枚加えても意味ないもんね、それ。それ意味ないから大丈夫。で、あとは、私はこれ何をすればいいんでしょうか。儀式の準備、なるほど。儀式の準備、なるほど。で、1枚がスリーピー。ってことは、妨害はない。なるほど。これ、みかんこの弱点を皆さんお伝えしましょうか。みかんこの弱点なんですが、なんか、ワンキルが取りづれえっていう。ワンキル取りづれえってのがありまして、これ、7000なんだよな。7000なんですよね、これ。これね、なんかね、相手のフィールド上にモンスターがいない場合、まあ一応、ホムラマイとかいうカードで、相手のモンスターはその、墓地から蘇らしてぶん殴るみたいな話はあるんですけど、ちょっとピュアリー行くんで、打点が低すぎてね、そんなことしてもね、勝てないんだよね。これさ、これ分かりましたわ。これ多分さ、バロネス出しに行った方がいいかもしれない。払いまい。で、これバウンスできるようにだけしといて。で、払いまいじゃなくて、これはアラベスクか。これね、払いまいは、装備されていると、特殊召喚相手がモンスターしてきたら、なんか自分のフィールド上のモンスターと、その特殊召喚していたモンスターをバウンスするみたいな効果があるんですけど、こうします。で、打ちます。で、戻しまして、デクラル戻しまして、ハレ装備します。で、ハレ効果発動します。これ的ないんだよね、マジで。的がないのよ。だから的、これで本当はね、的を用意してみたいな。
動きするんだけど。デクレアちょっと無視するとレベル2のチューナーにもなれるし、あと、レベル6のチューナーにもなれるっていうのがめちゃくちゃ強いですね、これ。はい、これがね、なんかその臨機応変に使い分けれるんで、なんか8シンクロもできるし、なんか9シンクロもできるしみたいな、まあ、12シンクロもできるんだけどね。あのアルティメア強力みたいなモンスター入れると、あれです、クリスタルウィングとかクリス、出せます。はい、だからそれもあり、アルティメまあ、やつより気も結構あり、ちょっとエクストラの枠がちょっときつかったなと思ったので僕は入れてないんですけど、これでバロネスで無効効果あるんで、相手が動いてきたカードをバロネスで止めて、でさらにトラップカードで相手のモンスターをパクる的な動きをしていくことができれば強いみたいな話はあるんだけども、これ多分何引いてもさ、相手のトップ、これスリーピーでしょ手札。相手のトップを無効にしてしまえば、もう多分何もできないんだよね。うん。基本的には。スリーピーなんですよ。で、これは、ここは別にスルーでよくて、で、出てきたモンスターをぶっ放せばいいから。はい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 、いいよ。でサイヘリウムギアガンマ発動して、いや今危なかったの、なんかガンマ釣ってきたわあいつ、やるな。でリリーオッケーで、これでここ無効にすればもう大丈夫で、あと3200でしょ、あとはまあ900打点出せばいいの、ね、はい。で相手何もできない、ただ俺も何もできないで、はい、スモアとかなんかね入れられればね、怪獣サーチとかまであるんだけどね。でデクレアラディバイナー召喚して効果発動して、ヌトスをかまして、相手のモンスターを、あ、モンスターじゃない、カード爆破させて、でここで急シンクロができるんで、どっちもいいな、こっちだ、でこうして、でこうして、でこのパワーツールブレイビングドラゴンが装備カードめっちゃ装備できるんで、これが相性がバカいいんですよね。でこれ装備です、装備でバトル、やべえこれ俺も4500ダメージ受ける、いたいたよくもやってくれたらバカ誰か、ゴミですね。家系モンスターいらないんだよね、あんまり。まあ、すべきしてるとね、普通にその相手の誘発とか、まあ、てか貫通できることはあるんだけど、なんかね、やっぱね、分かられるとやばい。もう、フューリーが対象に取れないっていうのが、多分ね、相手分かってないから、なんか意外と展開通るんだけど、フューリーが出てくるとやばいっていうことが分かれてしまった場合は、普通にアラベスクとかに除去打たれたりとか、向こう打たれたりするんで、ええ。それがやばいですね。で、機械複製術効果発動で、テレフォン機械増殖、あ、世界終わりましたね。はい。世界が終わった音がする。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい、やばい、それはやばい。テレフォン3枚製造はやっちゃダメなのよ。遊戯王、マスターデュエルでテレフォン3枚盤面に製造するのは、それはもう犯罪なのよ、それは。犯罪行為なのよ。これ、法律、何らかの法律にこれ触れてるのよ。ガチでやばいムーブしてるな。ちょ、分からんけど何がしたいのこれ、え、うわー、やばいことが起きそうだこれはおちょっとこれね、え、マジでやばいかもしれない。ベールゼがいて、レッドアイズフレアメタルがいるという状況がもうそもそも結構これやばくて、セブンソードウォーリア誰、マジ知らねえ、ガチ知らねえもんさきた。テレフォン効果、テレフォンで蘇生して、これどうなんだこれ、わかんねえ、あ、何が起きるんだ、あ、ブラックガーデンだよね、そうだ、さっきだもんね、あ、これであれか、トークン出して送りつけんのかな。で2体でコーディネラル多分出てくるんだよ、ああはい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 、あ、終わりましたかこれ、これ終わったくさいですね。で、コーディナル効果で、いや、いらない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 です。
で、ダメージを受けるとこいつは打点がアップするっていう効果が一生発動するんだけど、いや止まれ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 、ベールゼ早めるな、止まれ全自動腕形やめろ、やめろ、止まれ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 、調子乗るな、助けて助けて、誰が誰が誰がベールゼを止めてくれ、お前黙れ、無駄にしてんだ、ああベールゼ君、ベールゼ君やりすぎだよ。